ぜ。温暖な海域に美しい彩りを添えるサンゴ礁。サンゴの本体はイソギンチャクに似たポリプである。ポリプは触手を広げプランクトンを食べることで生活しているが、比較的浅い海域に生息し、サンゴ礁を形作るサンゴは褐虫藻という微生物と共生している。褐虫藻はサンゴが代謝する二酸化炭素やアンモニアをもとに光合成を行い、その光合成産物をサンゴも利用する。サンゴが褐虫藻の光合成産物をどのように利用しているかは諸説あるが、栄養の補助、骨格形成の促進など、サンゴが生きていくために重要な役割を果たしていることは間違いない。事実、何らかの理由で褐虫藻が抜けてしまったサンゴは発火し死滅してしまう。サンゴと褐虫藻が互いに支え合って美しいサンゴ礁が形作られているのだ。光合成を行うためには太陽の光が必要だが、海辺の強い日差しには生物の体に有害な紫外線も多く含まれている。この紫外線から体を守るために褐虫藻は特別なタンパク質を合成する。夜の海でサンゴ礁を紫外線ライトで照らすと、蛍光を発する現象を観察することができる。褐虫藻の紫外線防御タンパクが活性化しているのだ。褐虫藻が抜けて発火してしまったサンゴでは、この蛍光発光は起こらない。近年、この褐虫藻の紫外線防御タンパクがサンゴの生活にも大きく関わっている可能性が指摘され始めた。しかもそれは夜間、月の光に含まれる紫外線に関係するというのだ。6月ごろ、海水温が25度程度になると、サンゴは精子と卵子を包んだバンドルと呼ばれる生殖胞を作る。徐々に月が満ち、夜間の紫外線量が増えると、サンゴはこのバンドルを一斉に放つ。いわゆるサンゴの産卵である。産卵と月の満ち欠けは多くの生物で関連性が指摘されているが、褐虫藻とサンゴの紫外線センサはその不思議を紐解く一歩になることだろう。褐虫藻は高温に弱く、海水温が30度を超えると生きていくことができない。サンゴの産卵に適した水温と褐虫藻が耐えられる水温の差はわずか5度程度ということになる。近年、地球温暖化の影響で海水温が上昇し、白化するサンゴが増えている。サンゴ礁の作り出す美しい景観はわずかなバランスの変化で崩れてしまうのだ。月の光に含まれる
わずかな紫外線量の変化を敏感にキャッチするタンパク質のセンサ、微妙なバランスを測り出す海水温のセンサ、生物は驚異的なセンサを有し、自然界の絶妙なバランスの中で多様で美しい世界を作り出している。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも、堀場製作所。